ちょっと前の動画でバイト先にめちゃくちゃアホな先輩がいたっていう話をチラッとしたんですけど、その先輩が一時期給料めちゃくちゃ前借りしようとして、僕シフト週7で入りたいんですけどって言い出したことあったんですよ。でなんか店長がちょっとおかしいぞっつって閉店後に本人に聞いたら、ちょっと毎月の支払いが増えましてって言うらしいんです。でちょっと詳しく聞いたら、義理の兄ちゃんが家に来てクレジットカードを作ってほしいって言われて作ったと。ほんでそのカードを貸してるから僕が先に払わないといけないんですってマジで意味わからんこと言い出したんですよ。で店長それ聞いて、もうそんな何回も会ってるからまたブチ切れて、お前その義理の兄ちゃんって誰なんやって聞いたら、元カノのお兄ちゃんだったんですよ。めちゃくちゃ他人。この時僕社員だったんで僕もいたんですけど、この話を聞いた後の店長の一言目の「え誰?」が未だに忘れられん。全国の特別サッカーバーバー、CR 放送部のタクです。よろしくお願いします。若い方皆さんもね、人生で一回ぐらいはそのぐらいアホな人に出会うと思うんで気をつけてください。さあ今日はですね、世界一受けちゃいけない授業といたしまして、タイトルにもあります、オレオレ詐欺プレイヤーの育て方を解説していきたいと思います。オレオレ!小規模でやるところもあれば、もう犯罪組織として大人数で行うところもあるんですね。で、意外とその実態っていうのがカッチリしてるってことで、ちょっと覗いて対策してね、通話料だけ踏んだくってやりましょう。まずこのオレオレ詐欺の歴史見ていくとちょっとびっくりするんですけど、1990年代末期に登場した特殊詐欺がこのオレオレ詐欺なんですよ。甘いと思って注文したのに苦かったやつ来るのはカフェオレ詐欺ですね。はい、こう2020年被害額いくらだと思いますか？なんと280億円近い被害額を記録したんですね。絶対この中に冒頭の先輩入ってるやろ。ではこの登場して20年以上経つオレオレ詐欺がなぜ未だ絶大な被害を生んでいるのか。実はこのオレオレ詐欺には確実に相手を騙す電話担当者、詐欺プレイヤーっていうのが存在して、その演技力っていうのがもうプロの劇団のレベルを誇るというんですよ。さらにこの劇団レベルにするには、わっみもびっくり、超絶ブラックな教育現場があって、その修羅場をくぐり抜けた生粋のプレイヤーのみが実行部隊としてオレオレ詐欺を働いているんですね。ではちょっとその実態というのを覗いていきましょう。ちなみにまずこの詐欺師以前にどうやってなるんだろうと思いませんか？ファンワークに詐欺の求人とか別ないじゃないですか。実はこれ大体がスカウトで、いくつかあるんですけど、そのルートの一つが路上で生活するホームレスです。これ意外ですよね。そこでこの犯罪を取り仕切る管理者たちはホームレスにまず声をかけて、談笑しつつ薬物に手を出していないか、ある程度言うことを聞きそうかどうか、体力が一定以上あるかどうかとかの、こういった規定をクリアしているか、うまいこと聞き出してスカウトするんですね。なんか殺し合い映画のスカウトの仕方よね。でスカウトがこいつ大丈夫そうだなって判断したら、近くの喫茶店に誘導、別の管理者にバトンタッチします。ここでは一般社会でいうとこのいわゆる面接が行われるんですね。スーツを着たうさんくさい管理者が喫茶店のご飯をどうぞ食べてくださいとか言いながら、改めてこのホームレスの素性を探るんですね。ここで大事なのが弁当がついてるかどうかなんですよ。はい、皆さんこれ弁当って何だと思いますか？ロマンティックな映画で口の横に米粒ついてて、お弁当ついてるってやつですね。喫茶店でご飯食べててついてたら、お弁当っつって合格になるんですね。なきゃなきゃ。これ実は執行猶予の隠語です。これ弁当を食べてしまったら、犯罪に走ったら弁当が消えてなくなる、もし捕まった時に執行猶予が消えてなくなるっていう語源があるんですよ。なので過去にそういったことがあったっていうのが判明したら、捜査の手に落ちる危険が高く、絶対に採用しないと。そのため再犯率が高い泥棒とか薬物自販車の採用は絶対にご法度なんですね。ちょっとお小遣いを与えて口止めしつつですね、最終的に弁当なし、そして借金なし、いわば身元クリーンとされて採用ラインに乗るんですね。ここからが本格的な面接の始まりです。そこで登場するのがスクリプトというものでして、これいろんな相手の反応のマニュアル台本みたいなやつですね。ではここでちょっとこの使い方も含めて、このオレオレ詐欺の基本的な知識を紹介するんですけど、まず何らかの方法で詐欺名簿と呼ばれるものを入手します。この名簿には詐欺を引っ掛ける被害者の氏名、住所、電話番号、家族構成とかほとんど記載されてるんですね。じゃあこれどうやってこの名簿手に入れてるのかっていうのはちょっとまた今度話しますね。ただここに普通に電話してオレ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 っていうだけではさすがに相手も引っ掛からないですよね、あのバカ先輩以外は。そこでこのオレオレ詐欺にはスクリプトと呼ばれる被害者を騙すための会話パターンをまとめた台本っていうのが存在するんですね。ちょっとこの採用候補者に読ませるとこんな感じなんですけど、もしもし、お休みのところ申し訳ないです。こちらは〇〇マンション管理組合から委託を受けました、水道事業者のライフアクアマークスと申します。この度はですね、非常に申し上げにくいんですけど、水道のトリハロメタンがですねとか、もう何言ってるかわからない、ぽいことばっか言うんですよ。もしもし、こちらアイサトールの鈴木です。お宅の OMMC がですねつって、もう伝わり方あんま変わんないですね。そして詐欺プレイヤーはこのような感じで相手に声をかけて、詐欺に騙されやすい人物かどうかを見極めながらこのスクリプトに従って会話を進めていくんですね。ただ棒読みでは相手は引っかからないですよ。そこで面接ではつまらずに読めるか、相手が引っかかりそうな演技力があるかを見極めるんですね。なのでそこで一定の演技力あるなと判断されたら、いよいよ教育段階です。こっからが地獄らしいんですよ。面接をくぐり抜けた詐欺プレイヤー候補は他のルートをたどった候補生たちと一緒に山奥の研修所で秘密の特訓を受けるんですね。まさかの共同合宿です。ただこれ一般社会の研修とは違って、カス犯罪集団の詐欺研修なんで、犯罪者といえど組織の秩序を乱すものは必要なく、超絶ブラック
な教育を受けることになります。まず挨拶ですね。大声で何度もおざーすって言わされます。ここでちょっとでも反抗的な態度を取るとパンチ&キックの応酬ですね。さらに研修の目玉の一つが洗脳教育ですね。まず研修メンバーで互いに自己紹介を行うんですけど、この時自分が過去に失敗したことを言わされるんですね。もしくは人生がうまくいっておらず、私はこうやってホームレスになりましたとか、なのでこの先プレイヤーで人生を変えたいという意気込みを言わされるんですよ。そこですかさず研修担当の管理者が、てめえの人生はクソだ、おめえみたいに生きる価値のねえやつはなつってボロカス言うんですよ。さらにその他の研修メンバーから、お前らこいつについてどう思うつって意見させて、四方八方からバリ造語を浴びせて自己否定の海に沈めるんですね。だいたいアンコウがいるとこよりは下ですね。だから、いや、やっぱ俺ってゴミクズでもう生きててもしょうがないかもしれないと思うんですよ。ですると管理者がそっと肩に手を置いて、でも大丈夫、俺はお前を受ける、お前はここで頑張って結果を出して人生を変えるんだつって惚れさせるんですね。いや、さっきまでおめえみたいなとか言ってたやつですよ。そして研修メンバー全員で、俺はやれるつって、肯定的な言葉を絶叫させて洗脳は完了です。この手法はね、ちょっと過激な宗教団体とかでも行われていて、自己評価がもともと低い方には抜群なんですね。そして研修メンバーの洗脳が完了したところで、いざ本格的な研修開始です。詐欺プレイヤーの研修はたった一つ、ひたすら配られた名簿を使って電話をかけまくる。研修メンバーは携帯電話を持って、さらにその手をガムテープでぐるぐる巻きにするんですね。手が荒れるとかの苦情は受け付けません。ちょっと彼らが詐欺にかけるスクリプトの一例がこんな感じです。まず息子役、もしもし、俺お母さん、ちょっと今ほんと困ってて。ここで別のメンバーに交代です。被害者役、おらあんたがこのクソ映画てめえマジどうせ国取ってくるんだ。すると弁護士が出てきます。ちょっと井上さん落ち着いて、申し訳ございません。私弁護士の沼田と申します。息子さんが16歳の女の子とですね。また被害者役、てめえの息子が娘をバキバキに犯しやがったんだよ。そんで妊娠だ、もう6ヶ月で下ろすこともできない。うちの娘にゴミのかけを増えてか、どうしたくなんだ。はい、また弁護士、だから落ち着いてください。とにかく息子さんがされたことは児童売春に当たりますんで、これ警察に行けば会社を解雇、さらには逮捕のリスクもありうるとのことです。また被害者役、金でどうこうできると思うなよ、てめえの息子の写真をばらまいて親族丸ごと生き延び止めてやるわ。はい、とこのように相手に発言の余地も与えずですね、詐欺プレイヤーが入れ替わり立ち替わりして臨場感を持って読み上げることで、電話を受けた被害者は何の話ってなっても何も言えないまま金を払うことになると。これが詐欺プレイヤーの仕事であり、これが劇団レベルまで到達できるよう研修で徹底的に電話をかけて練習させるんですね。こんな電話かかってきたらちょっと怖いっすよね。でもこの内容実際にあった内容です。この時にちょっとでもやる気なさそうな態度とかあって噛んだりすれば、もちろん北斗百裂拳ですよね。過去にあった事例としてタバコを使って根性焼きを食らうこともあるとね。根性焼きとか久しぶりに聞きましたけど、さらに研修末期には実際に相手を騙してお金を得る詐欺完遂までさせられるんですよ。これが成功すれば被害額に対するマージンをゲットできます。なので500万円騙し取ったら、マージン 10% で50万円ゲットとか、この時すごい高額なんですよ。ただこれいつまでも失敗するとなったら暴行もしくは根性焼きの制裁が加えられると。そのためこの研修メンバーも命がけで作業を働くんで、一層電話の臨場感が増して活躍するらしいんですよ。そしてこの修羅場をくぐり抜けた一人前になった詐欺プレイヤーは各地に存在する詐欺店舗へと配属されて、年間数千万円もしくは億クラスの稼ぎを得られるようになるんですよ。はい、と以上がこのオレオレ詐欺プレイヤーの意外な研修環境の話でした。最後にこの動画見て、こんな稼げるんだったら俺も詐欺師になろうかなとか思う方いるかもしれません。ただ考えてください、もしこのフリーの詐欺プレイヤーとして活躍して大金を得られたとしてもですね、暴力団や半グレに目をつけられた時のことを、これ想像してますでしょうか。犯罪業界の頂点はそう暴力団なんですね。そしてこの暴力団は罪を犯した同類の人間をおもちゃ扱いすることに慣れてますよね。そしてこのおもちゃとはいつか壊れますよね。ぜひね、その覚悟があれば詐欺プレイヤーとして活躍してみてください。ネットのおもちゃを経験してる僕は絶対にお勧めしません。終わり。